おはようございます。はい、おはよう。どうしたんですか、そのテンション。また何か変なの見たんですか？変なのとは失礼な。これよ。ああ、なるほど。中国で大人気の武侠小説を、あのドニー・イェンが制作、監督、主演で映画化。しかもアクション監督は谷垣健治。これはもう見るしかないでしょう。あ、はい。あらすじ言っとく。おなしゃす。舞台は宋の時代の中国。当時の宋は周辺のモンゴルとかからの外圧とか国内の独立勢力とかのせいで政情不安定。ふんふん。そんな中、とある田舎の農家に一人の赤ちゃんが捨てられる。おっと、訳あり主人公か。その通り。その男の子は虚宝と名付けられ、すくすくと成長。少林寺に入門して武術を学び、やがて解放に入団。何ですかそれ。なんか武侠小説にはよく出てくるらしいんだけど、貧しい人たちの互助組織みたいな、なんというか武術家の任侠集団みたいな感じ。ああ、なんとなくわかったような。で、そこで彼はめきめきと頭角を現し、団長にまで上り詰める。おお。しかしある日、副団長が何者かに殺され、副団長の妻は犯人は虚宝だと証言。なんで。妻が言うには、虚宝が実はモンゴル人だということの書かれた手紙を副団長が持ってて、その発覚を恐れたからだと。モンゴル人だと何か問題が。国境を脅かすモンゴルは宋人至上主義を取る彼らにとって敵なのよ。ああ。虚宝は濡れ衣だと主張するも、信じてもらえず追放されることに。あらあら。とりあえず自身の出自を確かめるべく実家に戻ると、何者かに養父母が殺されていて、しかも訪ねてきた僧侶に犯人と誤解される。おいおいおい。手がかりを失った彼は次に少林寺にいる師匠を訪ねるんだけど、これまた何者かの手により殺されていて、ひどい。しかもまた犯人と誤解される。何なんですかその運の悪さ。仕方なくその場から逃げて寺の様子を伺っていると、挙動不審な僧が一人。おっと。怪しいと思い取り押さえると、懐から秘伝書がポロリ。泥棒だと、そこへ僧兵を従えた高僧が駆けつけ、死を殺し秘伝書まで盗むとは、とか言われちゃう。もう散々だな。違うと弁明すれも誤解は解けず、高僧は必殺技をドーン。虚宝は防御するけど、一緒にいたコソ泥はまともに食らって吹っ飛ばされる。おお。すると顔の皮が剥がれ、その下には女性の顔が。はい。実はコソ泥は変装した女性アシュだったのだ。なんだって。仕方なく彼女を連れて逃げる虚宝。秘伝書を盗んだのはともかく、必殺技を食らったのは自分の生徒アシュに治療を施す。お人よしだな。しかしさすが少林寺の高僧の必殺技、彼では応急処置しかできず、助けるには真意と呼ばれる名医に見せるしかない。なんと。一方その頃、近隣の武術家や武侠集団が虚宝を処分するために集まっていた。そしてその中にその名医の姿も。おっと。するとその場にアシュを連れた虚宝が現れる。いやいや、ダメでしょ。そしてアシュの治療をする代わりに虚宝が命を差し出すことに。ちょ、主人公。ただし無抵抗の者を殺すのはあれなので、全員相手に戦えと。おっと、そうなるか。こうして虚宝対武術家集団の大乱闘が始まるのだったって感じ。うわ、これは熱い。ちなみにお話的にはまだ3分の1くらい。なんだと。でもいくら主人公が強くても、そんな大人数相手だとヤバそうな。と思うちゃうん。まあ、ドニーエンって時点でそうでしょうけど。それもあるけど、虚宝が使う光竜18章は、手から気がドーンって出て、敵がバーンとぶっ飛ぶ超豪快な技。まるで無双ゲームみたいな暴れっぷりで、見てて気持ちいい。おお、ってことはビームは出ますか。ビームは。ビームは出ないけど、手から炎の出るおっさんは出てくる。マジか。とにかく始めから終わりまで、激アツ豪快バトルの連続でもうお腹いっぱいね。なるほど。ではゆかりさん的には。私は大好き。やっぱり。でも、元の武侠小説の世界観がわからないと、難しいところもあるのが難点かな。ああ、確かに解放とか聞いてもなんのこっちゃですね。見てるうちに、なんとなくわかるっちゃわかるんだけど、まあそんな細けいことは置いといて、ドニーエンの身体能力に、谷垣健治のアクション演出が加わった、激アツ豪快バトル。これを見ずに折れようか。いや、折れまい。おう。おすすめ。あ、はい。じゃあ見てみます。いってらっしゃい。